楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。イーグルスの先発は左の塩見、対するライオンズの先発は右の与座、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。左の塩見マウンドに上がりました。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは鈴木。背番号46。第3球を投げた。1球外してボール。第4球は内角低めいっぱい、見逃し三振。ショート源田、背番号6。次が4球目、投げた、アウトロー際どい球、ボール。投げました、打った、痛烈、浅村ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。セカンド殿崎、背番号5。第2球ストライク。第3球は打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。塩見今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは山川。第3球を投げました、スローカーブ、空振り三振。塩見ナイスピッチング。左バッターボクサー5番森。第4球を投げました、打った、流し打ち、三塁線惜しくも切れてファール。打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番中村。中村背番号60。第2球、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、1つ外したボール。第4球を投げました、アウトコース低め、空振り三振。塩見最後は空振り三振で仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、1点を追いかけます。ライオンズの攻撃、先頭バッターは DH の栗山。第5球投げた、アウトローへストライク。次は6球目、投げた、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、打ったバッター一気に二塁へ向かう、バッターランナー二塁でストップ、栗山ツーベースヒットを放ちました。イーグルス同点のピンチを迎えます。第1球初球はストライク。第2球投げた、完全に外れたボール。第3球を投げた、スローカーブ空振り。さあ4球目、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。木村背番号9。第5球投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。センター鈴木。投球これから2球目、流し打ち、どうだ、ファール。第3球は1つ外してボール。第4球を投げました、ストレートはボール、内角低め、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。塩見ノーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって1、ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは源田。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。投げました、ボール。第4球を投げました、インコース低め、ボール。さあ投球は5球目、投げました、打ちました、ライナーヒット、源田ナイスバッティングです。バッターは3番殿崎。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。第2球投げました、完全に外れたボール。一塁へ牽制球を送ります。第3球は3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。外れたボール、投げた、打ちました、センター前進、ヒット。
外崎いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9球投げた、打ちました。初球打ち1、2塁間のゴロ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。イーグルス、なおもピンチが続きます。第3球を投げた、ボール。イーグルス、ここは引っ張りに警戒します。投げた、打ちました、切れていきます、ファール。次は5球目、打ったんやたりだ、ライト前クリーンヒット。ライオンズ、ようやく1点を返しました。バッターは6番中村。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第3球を投げた、内角低め、外れてボール。第4球は直球、見逃し三振。4回の表が終わって3対1、塩見とうとう打たれてしまいました。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者栗山、投げました、フォーク、空振り三振。塩見、3球で仕留めてみせました。第3球を投げました、外角低め、見逃し三振。塩見、3球で仕留めてみせました。3球目空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、空振り三振。塩見、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。5回の表が終わって3対1です。イーグルス、2点差で逃げ切りました。勝者、楽天イーグルス。ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルスの勝利でございます。勝利投手、さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき